2代目 G リミテッド MR2 は、トヨタ自動車が、日本国内市場向けに1984年から1999年、平成11年までの期間に製造、販売していたクーペ型小型乗用車である。日本の自動車メーカーで、初の市販ミッドシップ車である。日本向けモデルでは、MR2 の名称を、W10 型と W20 型までとし、なお、 欧州などの日本国外市場においては、引き続き MRS が MR2 の名称を継続して販売が行われていた。本校においては、日本向けモデルを対象に説明する。1979年に、豊田英治社長が主査たちに飛ばした、豊田には、将来、常識では考えられない一味違った車があっても、いいのではないかという劇のもと開発が着手された。 1983年の東京モーターショーで発表されたコンセプトカー SV-3 を若干の仕様変更後、ほぼそのままの形で1984年6月に発売された。製造はセントラル自動車、1984年度の日本カーオブザイヤー受賞者であり、北米でも1985年にカーオブザイヤーを受賞している。 低コストに量産性を高めるため、足回り、エンジン、トランスアクスルは既存の全輪駆動車のものが流用された。同様な成り立ちのフィアット X1、旧ヤベー、ゼネラルモーターズのポンティアックフィエロを参考にしたとの話や英国ロータスと技術提携していた時期の開発であることから、一部ではロータスが設計した車両をトヨタが再設計してコストダウンしたものとの説もあった。 1986年には大規模改良が行われ、スーパーチャージャーやプロトタイプ車で存在していた T バールーフの装備車が設定された。外装ではバンパーやサイドモールが車体色と同色に統一されている。1988年の一部改良で電動格納ドアミラーの設定、内装生地の変更、ハイマウントストップランプの設定が行われた。大型は 全グレードにおいてパワーステアリングの設定はなかった。1989年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となり、販売も翌10月に終了した。生産終了から20年ほどまでは中古車市場で取引されることも多く、維持管理部品のメーカー供給もほぼ問題なく行われていたが、20年を超える頃から内外装関連で、 廃盤部品が多くなり、部品取り車、リユースやリサイクルパーツが高騰しつつある。なお、OHK で採用されたエンブレムは尻宝焼きで、O の文字を模した鳥が描かれているが、補給部品は2010年にプラスチックベースのものに変更された。トヨテ博物館には開発コード730バイトと呼ばれるプロトタイプ車が保存展示されており、 量産車とは異なり丸みを帯びたデザインとなっている。前後期型とも S は 3AL 型 1500cc エンジン。G と G リミテッドは 4AL 型 1600cc エンジンをそれぞれ搭載。運輸省認定形式は 1500cc エンジン車が EO10 型、1600cc エンジン車は EO11 型。前期型の G、G リミテッドはムーンルーフ装着車。 後期型の G および G リミテッドには T バールーフ装着車およびスーパーチャージャー装着車を設定。限定車として1985年に G リミテッドをベースにホワイトランナー 1600G スポーツパッケージ1986年に G スポーツパッケージをベースにブラックリミテッドが設定された。なお、ホワイトランナーは300台の限定生産とされている。 1600G スポーツパッケージはリアスタビライザーを装備している。後期モデルのスーパーチャーチャー車にはスプリングショックアブソーバーでサスペンション特性を変更しリアスタビライザー、回転方向指定タイヤのブリジストンポテンザー RE71 などの装備を加えた AD パッケージ使用車が設定されていた。なお後期モデルでは AD パッケージ使用車以外のモデルには リアスタビライザーの設定がない。マイナーチェンジでの下級機設定に際し、メーカーではターボチャージャー仕様とスーパーチャージャー仕様を試作し、比較検討を行った。その結果、アクセルレスポンスや出力特性に優れるスーパーチャージャー仕様を採用した。4A、G エンジンのターボチャージャー仕様は一般市販されたことはないため、試作車のターボエンジンは幻の 4A。 G ターボとなった。1985年1月、ホワイトランナー1986年1月、ブラックリミテッド1988年1月、スーパーエディション1989年1月、スーパーエディション21989年10月、初のモデルチェンジを実施。初代はカローラ、スプリントベースであったが、2代目はベース社がセリカ、コロナ、 ハリーナと音型化し、車両形式も SW20 に変更された。エンジンも、セリカと同じ直列4気筒の 2000cc に、ターボチャージャーを追加した 3SGTE 型と、そのロンターボ版となる、スポーツツインカムの 3SG 型が搭載された。また、当時世界初の試みとして、ステアリングの切れ角に応じて後軸が左右に稼働する、ステアリング連動フォングランプも、 話題となった。しかし大幅に増加した車重やエンジンパワーに対し、足回りとブレーキの貧弱さは否めず、前輪設置圧不足から来る、ハンドリングレスポンスの悪さ、オプションにも LSD が設定されないなど、スポーツ走行時における数々の問題点を指摘された。ボディカラーは、スーパーホワイト3、スーパーレット3、ブラック、ダークターコイズマイカ、クリスタルパールマイカ、 スーパーブライトイエローが設定された。G リミテッド特別使用者、スーパーエディションにはブルーイッシュグレーアージェンタムマイカが特別外反色として設定された。1991年に最初のマイナーチェンジ。このマイナーチェンジでは足回りを中心に見直しが行われた。主な変更点としては体型化と扁平化によるタイヤ性能の向上。 ブレーキの強化及び冷却用ダクトの追加、フロントサスペンションのストローク量増加とスタビライザーの大型化、ホイール及びステアリングのデザイン変更、シフトストロークのショート化、核アーム類の補強などが挙げられる。また上位グレードの GTKA は LSD 標準装備、ビルシュタイン製ショックアブソーバー、2足へのトリプルコーンシンクロの採用なども追加に加え、 高速走行時のフロント浮き上がり防止対策としてフロントリップスポイラーを大型化した。また、この2型から GT グレードから一部装備を省いた GTS がラインアップに加わっている。なお、この2型からフォグランプの色が黄色から白に変更された。ボディカラーは大幅に変更され白と赤が MR2000 用から。 他のトヨタ車と共通のスーパーホワイト2とスーパーレッド2にそれぞれ変更され、ミディアムブルーマイカメタリックとターコイズマイカメタリックと特別使用車、専用色であったブルーイッシュグレーアージェンタムマイカが新色として設定された。ダークターコイズマイカとクリスタルパールマイカは廃止された。1993年11月2度目のマイナーチェンジ。 先にフルモデルチェンジしたセリカ同様、エアフロメーターを L ジェトロ方式から D ジェトロ方式へ変更、燃料ポンプの大型化、ターボチャージャーの改良とインタークーラーの変更、オイルフィルター取り付け位置の変更とそれに伴う容量増加など、エンジンを中心とし、これらにより、ターボモデルの g t 系は最高出力が 225PS から 245PS へ向上した。 なおなエンジン搭載の GK も 165PS から AT-170PS、MT-180PS へと向上している。ABS には新たにスポーツ ABS が採用された。また、ストラットタワー部に金属プレートを入れるなどの補強が行われ、ボディ剛性がより向上している。外観はリアスポイラーやリアコンビネーションランプのデザインを変更。 サイドモールとフロントリップスポイラー及びサイドシルカブがボディ同色塗装された。これらの変更によって2型以前のモデルとは外観からも区別できる。しかしバブル崩壊によるスポーツカー需要の低下や実用性の悪さなど MR2 を取り巻く様々な要因が災いして販売台数が低下。それに伴いこのマイナーチェンジを機に注文生産者となった。また3型では MR2 の生誕10周年を記念して特別使用車ビルシュタインパッケージを発売。GK をもとに専用ボディカラーであるシルバーメタリックを設定しターボの GTK が採用するビルシュタイン製。ショックアブソーバーとハイグリップタイヤ専用アルミスカッフプレートなどが装備されている。ボディカラーはストロングブルーメタリックとダークグリーンマイカが新色として設定され。 ミディアムブルーマイカメタリックとターコイズマイカメタリックが廃止。1996年6月一部改良。メカニズム面ではスポーツ ABS の構造変更やトラクションコントロールシステムを変更。外観はガラス部がブロンズからグリーンへと変更。フロントのサイドターンランプの移設、クリアランスランプの白色化、ホイールの切削表面加工や SRS エアバッグが 運転席、助手席ともに標準装備になった。ボディカラーはパープリッシュブルーマイカメタリックとソニックシャドウトーニングと呼ばれるシルバーメタリックの外反色に屋根上が黒のツートンカラーが新設定されストロングブルー、メタリックとブルーイッシュグレーアージェンタムマイカは廃止。1997年12月最終的な一部改良。スポーツ ABS を再度構造変更。 軽量ホイールに変更。内エンジン搭載の GK は 3SGE の最終進化型であるビームス仕様の 3SGE へと換装。新たに、吸気側に VVTI を採用。吸気側は D ジェトロ方式から L ジェトロ方式へ変更。サージタンクの形状を見直し、排気側はエキゾーストマニホールドの形状を最適化。ダイレクトイグニッションの採用により、同型エンジンを積む。 ST202K セリカと同じく 200PS を発生。新たにタイヤハウスの下部前面にエアスパッツを追加。リアスポイラーを大型の可変型タイプに変更し、空力面での改良を行う。内装がシート、エアバッグの小型化。ステアリングやシフトノブの変更。メーターのメモリも赤色化。ボディカラーはダークパープルマイカとオレンジマイカメタリックと ベージュマイカメタリックが新設定され、ダークグリーンマイカとパープリッシュブルーマイカメタリックが廃止。さらに1型から続いたスーパーブライトイエローも廃止された。1999年8月、オーダーストップに伴い生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1999年10月、後継モデルとなる MRS の登場に伴い、販売終了。 同一形式のモデルが10年にわたって発売された例はトヨタ車では少ない。なお AT は自然吸気エンジン搭載モデルのみに設定されておりターボモデルは 5MT のみだった。また W10 型後期型から採用された T バールーフは W20 型は初期モデルから最終モデルまで廃止されることなく全グレードで設定されていた。バリエーションとして トヨタテクノクラフトが企画、製作したオープンモデル MR スパイバーが受注販売され、92台が生産された。すべて自然吸気エンジンのみでターボを選択することはできなかった。GT、GTS は 3SGTE 型エンジン、G リミテッド、G は 3SGE 型エンジンをそれぞれ搭載。3S、G エンジン搭載車はターボの有無に関係なく、 SW20 である。また、海外使用者には、SW21 という形式名も存在する。ミッドシップ、ランナバウトにシーター、ミッドシップ、ランアバウトにシーターの頭文字から創作された造語、MR2 と読む。年式や形式を問わず、正式名称は、MR2、ウェブショップの用品ページをはじめ、専門雑誌の広告などといった、 印刷物においても MR-2 と誤った記述が参見されるが、ハイフンは不要。ただし、後年販売の後継者の MRS には、社名に、ハイフンが含まれる。1980年代中盤、トヨタは当時、グループ B 規定の WRC に、TA64 型セリカツインカムターボで参戦していたが、FR のセリカでは 4WD 社の戦力を前に、歯が立たなくなってきた。 そこでトヨタはセリカの後継となる 4WD ラリーカーの開発に着手した。車体は O11 型をベースとし 3SGTE を搭載して駆動方式を 4WD 化したもので開発コードは 222D であった。最初はグループ B の枠での参戦のために作られたが1985年グループ B をさらに先鋭化させたグループ S の立ち上げが決定し 222D の参戦対象カテゴリーもグループ S に変更された。実際に試作者が何台か制作されたが、1986年のヘンリー・トイボネンが死亡した事故など、事故の多発したグループ B の廃止が決定し同時にグループ S も消滅したため、参戦は実現しなかった。競技への出走実績はないが、国内外に数台の試作者が現存しており、 時折イベントなどに姿を表す。トヨタ、初代 MR2 トヨタ歴代スポーツカー1980年代3話 GAZOO.com ハット、80年代トヨタ車のすべて保存版、記録集、3A 処方観光2018年6月6日、MR21984 年6月から1989年9月生産モデルの、カタログ。リクルート株式会社。 2020年1月9日閲覧。テレビ神奈川、新車情報86ナンバー 482MR2 トヨタ自動車株式会社。2020年1月9日閲覧。MR21989 年10月から1999年10月生産モデルのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月9日閲覧。ありがとうございます。